ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも、今となってはそれを知る術は残されていない。故にここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは、名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。
100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし、故郷を取り戻す。その思いを遂げるため、彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。人類の活動領域を囲む壁には、突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで、巨人の標的を絞り、守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には中屯兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間、中屯兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。入ってくる。エレン、これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しまうぞ。あなたも大丈夫ですか？無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。なんだ、目標敵界正面超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。
った。いや、超大型巨人が消えた。デレ、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。前衛部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行士だ。何しやがる。待ってくれ、よくも友達を。ガス切れで壁を登れねえ。だったら石川しか、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。
俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいるか。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。行けるか。この世界は残酷だ。美しい。いい人生だった。戦え、戦え。ごめんなさいエレン、私は諦めない。やるよ、これ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。死んでしまったらもう。あなたを思い出すことさえできない。あ、巨人を殺してる。
班が任務を放棄したせいで余計に人が死んでんだぞ。どうしようもなかったんだよ。よせじゃ。伏せろ。巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。これで脱出できる。行こう。さすがに力尽きたみてえだな。あ、これをエレンがやったってことか。おい見ろ、これじゃ壁まで戻れねえぞ。道を開くしかない。アルビン、エレンの味方だ。悪く思うな。
僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で、足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力、抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！彼は人類の敵ではありません！私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります！敵でないというなら証拠を出せ！証拠は必要ありません！我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです！大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです！周囲の巨人が彼に群がっていく姿も！巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました！この事実だけは動きません！体勢を取れ！奴らの巧妙な罠に惑わされるな！エレン！ミカサ！私はトーニー！人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士！その信念に従った末に命が果てるのなら本望！彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません！人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます！予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう。戻ろうぜ。次の作戦に備えねえと。もうすぐ岩までの祭壇ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。おい待て、俺たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。戦え。
初めて巨人に勝ったよ。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてるやつは来い。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ボールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、さまざまな議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。ことの顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれない。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。総統、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこでエレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。
ほう。できるのか、リヴァイ。殺すことに関しては間違いなく。問題はむしろ、その中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。あの女型が一方的にとどめだ。エルド、なんてよ。ペトラ、早く体勢を直せ。刃が通らねえ。俺が選択を間違えたからみんな死んだ。こいつを殺す。おい、エレンはどこだ？もういい。これ以上聞いてられない。雲をもう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。
ミカさん遅かった。失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。頭あそこだけにいたの。もしそうじゃなきゃ、壁の中すべてに巨人が。あなたはニック司祭。あの巨人にニックを当てるな。Huh?
って言ったろう。その武器は何て言うんですか？腰につけた飛び回るやつ。まあいいや、持って帰れば。面白いことを考えるな。ウトガルド城の104期調査兵たちはハンジ率いる造園によって付近の壁上へと撤退、辛くも難を逃れた。そして巨人化能力者であることが明らかになったユミルは命がけで仲間を守ったこともあり、ひとまず調査兵団の保護下に置かれることになった。そんな折、壁の破壊箇所を捜索していた駐屯兵団の先遣隊から驚くべき知らせがもたらされたことを皮切りに、兵士たちはさらなる混乱の渦へと飲み込まれていくことになる。彼はウトガルド城での激戦を生き延び、無事に壁上へと退避する。しかし、仲間と無事を喜び合う彼を思いもよらぬ裏切りと残酷な真実が待ち受ける。ライナー、やるんだな、今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。ライナー、ベルトルト、この裏切り者が！
ガキだ。助ける賭けに出るか。俺は…ユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。え、嘘、クリスタ食いやがった。母ちゃんの仇を俺がぶっ殺すところ。ハンデスさん、ミカさん、俺の拘束を解いてくれ、早く。俺がやんなくちゃなんねんだ。俺がケリをつけねえと。巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。
ことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私に裏を巻いてくれて。ありがとう。そんなもん、何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。座標が最悪のやつの手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。その時、ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。あれは
やはりそれが狙いか。リヴァイ！クソが。おい、待て、エレン！急いで兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。この世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を喰らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ。今行く。結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄い。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ。俺たちの故郷を。